今でこそ20人以上いるんだが初期2010年以前ならまあまあこのぐらいだったとまずこのベジータとナッパがコンビだったんだ2008年ぐらいですかそうだな解散して俺は1人上京しその頃さ、さんだ2人しかやってなかったベジータナッパしかいなかったでまあんか東京にフリーザがいるみたいなのは東京にフリーザがいるミクシーで知ってるミクシーなんかフリーザ嫌いだねあ でまあまあちょこ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 増えてこの DB 芸人イベントとかもやってたんだけどやっぱ所詮地下アイドルイベントぐらいしかやってなかったんでそんな中でこの DB 芸人の歴史を変えたやつっていうのがついに現れる誰ですかそれがこいつだカカロットだカカロットがやっぱバンといったからねそうだな本当の意味でじゃあ「ドラゴンボール」芸人のアイデンティティになってんだこいつアイデンテティィ